大谷美幸は、日本の作曲家、編曲家、ピアニスト。東京都出身。日本大学芸術学部作曲家卒業。弾丸ブラザースバンドのキーボード担当としてデビュー。バンド活動のほか、真田博之、沢田聖子、時藤サブロー等への楽曲提供、編曲などを手掛ける。その後、独立し、サザンオールスターズ、ドリームズカムトゥルー、井上陽水。 川口京子などのサポート、ポップス、劇とも音楽の作曲家、プロデューサーとして活動している。クラシック、ロック、ジャズなど幅広いジャンルの音楽を手掛けている。t v ドラマ版のヨニゲヤ本舗の最終回では、ヨニゲヤシリーズの BGM 以外に、ポッポロクロイス物語や、平成ガメラシリーズなどの大谷美幸担当の BGM も流用されていた。 2006年3月ゲームのサントラを担当したワンダと巨像がアメリカで世界中のゲームのアカデミー賞とも言うべき GDC ベストゲームオブザイヤーを受賞。高い評価を得る。時点、日本の作曲家日本の音楽を紡ぎ出した1247人に選出される。1980年代1990年代2000年代2010年代ザソウルテイカー魂狩り。 作品情報。アニメハック。2020年12月3日閲覧。店舗異分野や可色し,きし作品情報。アニメハック。2020年6月20日閲覧。NHK アニメワールド。表現者スタッフキャスト。表現者公式サイト。 h t t p w w w n h k o r j p スラッシュ h y o u g e s t a f f i n d e x h t m l 2 0 1 6年4月26日閲覧。ありがとうございます。